はい、こんにちは、外科医の音勝です。今日はちょっと趣向を変えてですね、いつも手術のメインでお話してるんですけど、今日はね、外来、特に僕の診察室見てもらおうかなと思ってます。で、こう廊下でこうね、待合で待っててもらった患者さん、そちらも待合なんですけどね、こう待ってもらった患者さんがこっちに来ていただいて、これ診察室なんですね。こうスライドドアでこう入ってきていただいて、座ります。座っていただきます。座ってこう座ってみて、そうそう、これ電子カルテの機械で、これは予約システムで、大事なこう NCD ね、ナショナルクリニカルデータベースって言って、僕のやってる手術の登録を、外科学会が主導して国が管理してるんですよね。全国でどんな手術がどれぐらいの数でやってるかとか、手術の成績とか、そういったものを全部集めてるんだけど、このすっごい数の手術の件数を、今後の医療に生かすっていう取り組みをやってまして、我々も NCD で登録してます。電子カルテで患者さんの情報を共有しているというか、ここはベッドですね。処置台、我々だったら腹部、お腹の診察をする場合に、ここでお腹触ったりとか、あとこれエコーね。巾着袋は患者さんからの奥さんが、すごい、かわいい、在宅診療持って行って、でこれ iPad とかでこうやってこう見えるよね。お腹とかこう見るんですね、体ね。 V スキャンで、内科で大事なこう聴診器ね、これはこうやってちゃんと常備しておいてます。診察の流れっていうのは大体どういう感じで、診察が、診察は座って問診って言って、一応こう今までの流れ、どうしてここに来たかとか、今まで病気してなかったかどうか、してたらどういうものがとか、薬飲んでるかどうかというのを聞きます。で実際に腹触ったりとか体触って、で、エコーするんだったらエコーして、であと追加の検査必要だったらここで検査をオーダーして検査してもらうと。で隣の部屋は検査とかをやる部屋で、手術であれば手術の指示をするという流れです。青い冊子って、これね、これ鼠径ヘルニアの患者さんの分かりやすく手術に臨めるようにパンフレットに、なってて、手術の鼠径ヘルニアの種類、それから大事なのは、症状のレベル数1から4番まであって、4番の人は緊急手術になっちゃうから、その手前で手術しましょうっていう冊子ですね。で我々は腹腔鏡手術をやってるけど、ちゃんとメリットとデメリット説明して、で手術の流れ、日帰り手術やってるんで、日帰り手術のこう流れで、ね、説明して、でこの患者さんに渡して、応対員のパンフレットです。あとはじゃあなんかいろいろ机の中何も大したもの入ってないです。外科医大事なの爪切りね。そうなんです、爪ちゃんと綺麗にしないと。もう外科医は爪切りすぎちゃう、深爪です。僕も深爪です。多分こんな皮膚科の先生とかに見られたら週1を切ってんじゃないかな、多分。であとはこうバイブル経営のね、会計、経営と会計とかのバイブルね、リーダーね、これ安藤、色学の安藤の方ね、これも3点セット、これ絶対必要です。数値化の方にとにかく仕組みがリーダーの画面これ大事っす、ね。あとは小腹が空いた時あと手術の記事さ、手術全部こう集めてですもんね、初めて患者さんのねデータがこうちゃんとまとめて書いてあります。一番大事だね、これ解剖学ね、外科医にとって一番大事なね、これ臓器、鼠径ヘルニアだったら鼠径部の解剖、ここになる。であとは僕が教科書、鼠径ヘルニアの教科書、ここには3冊でしょ。桜井、早川、そして星野、ね、三者の教科書を持ってますね。こんな感じで診察してます。ありがとうございます。日帰りクリニック柏、手術の8月までの累計は60件です。で法人全体だと480件かな、今のところね。ぐらいの手術をこの2年でやってます。お問い合わせこちらによろしくね。